はず町は愛知県初郡にあった町である。2011年4月1日に西尾市に編入合併された。西尾市の南東部に位置する。南側は三河湾に面しており、北側は山地となっている。町の東部には三河湾国定公園を構成する三金山がある。三河湾と三金山江戸時代は町域すべてが旗本領であった。 はず郡山町と西尾市との市町村合併について検討されてきたが長い間実現には至らなかった。2009年2月に西尾市長の中村明武氏が受託収賄容疑で逮捕され、同年7月に坂木原厚生が市長に就任した直後から合併協議が再開された。四市長、四議会の一、及び農協、商工会議所。 青年会議所の陳情もあり、合併が決定。2010年8月27日、西尾市とは津町、一式町、キラ町との合併上院が行われ、2011年4月1日に編入合併された。合併後、一式町とキラ町は、地名表記を、は津群町から、西尾市町と、西尾市の後に置き換える方法で町名が残される、ことになったが、はず町に関しては、 軍名ということも関係していようが、谷町と違って、旧町名は残されないこととなった。これにより、多くの市町村合併に見られたように、はず軍という歴史的地名はごく一部のあざなを除き、消滅することになった。はず町役場はず町立図書館旧町内に、高等学校はない。名鉄釜まご線にしは駅名鉄釜まご線が、町を東西に走る。 町役場の最寄り駅は西外駅である。町内にある駅は1998年の名鉄釜坊線でのワンマン運転開始以来、すべて無人駅である。東外駅には特急が上下線とも停車していたが、利用者の多い西外駅には上りしか停車しなかった。前島及び沖の島への観光線が東外駅前からあったが、廃止された。 昭和30年代の映画黄金期、はず町には映画館のはず映画劇場があった。なお、1960年のはず郡には、大江劇場、吉田座、朝日座、一式映画劇場も含めて5巻の映画館があった。鳥羽新名社で行われる、鳥羽の日祭り1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。